歌舞伎俳優の市川海老蔵さんが22日、ブログを更新。この日は17年に亡くなった妻、真央さんの5回目の命日で、朝から子供たちと墓参した様子を綴った。22日最初のブログには、あの日から5年と綴り、真央さんの命日であることを改めて確認。その後のブログでは、麗華さん、勸玄君と共に、真央さんが眠る墓を訪れ、手を合わせた。海老蔵は子供たちと共に、伝えることと感謝を、と綴り、学校へ行く前に墓参したことも報告。海老蔵、勸玄君は、今年11月、12月に、13代目、市川團十郎白猿、市川新之助の襲名披露公演が決まり、麗華さんもアニメ映画で初の声優を務めることが発表されたばかり。天国の真央さんにも嬉しい報告を伝えたのかもしれない。最後までご視聴いただき、誠にありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。